ドイツ人に何ちゅう言葉を教えてしもうたんや。自分デパート内の本屋バイト、うちには日英大訳で日本を紹介する本みたいなのが売ってる。フルカラーの写真が載ってて綺麗なやつが何種類も並べてあるんだが、そこのコーナーでスキンヘッドの二人連れに声をかけられた。ヘイガール、見てみて、このお辞儀はどう？と実際に本に書いてある通りに実演するスキンヘッズにビビった。グレイトと言ったらハリポの軍一袋くれた。ベルリンから来たよ。ベルリン知ってる？そう、ドイツだよ。日本いいね、ちょっと寒いけど。これから名古屋城行って、明日は関ヶ原古戦場に行って、それから京都と姫路城に行くんだ。僕たちお城が好きなんだって英語でゆっくり話してくれた。日本を旅するために日本のルールをしっかり覚えたくて本屋でマニュアルを探してたんだって。何か面白い日本語を教えてくれって言われたので、ドイツの科学力は世界一と言えばいいよと教えた。富岳36景神奈川沖の絵のグッズ売り場で、2月にロンドンに行きました。で、大英博物館見て、博物館内のお土産屋さんを見ていた時のことです。そのお土産屋さんにはいろんな文化のグッズが置いてあって、日本は葛飾北斎の富岳36景神奈川沖のエプリントのグッズがありました。大半の人はロゼッタストーンのグッズとか見てたんですが、ちっちゃい白人の男の子がお店見てて富岳36景グッズエリアに来て、ん？ってなった後、富岳36プリントのお皿を抱きかかえて走って白人父のところに行って買ってくれ的なことを言ってました。で、そのお皿3000円くらいして結構高いから、白人父はいやーちょっときついわ、戻してきてって感じに対応してたら、その男の子ずっとノーノー言って、その家族がお土産屋いる間、白人父の後ろそのプレート持ってちっちゃい声でノーノー言いつつ追いかけてた。最後には白人父が折れて買ってあげてました。メサンコ嬉しそうな顔でスキップしとりました。超話しかけたかったが勇気なかったです。和んだー。